2018年3月23日14時54分23日の東京株式市場は、米国と中国の貿易摩擦への懸念から売りが広がり、日経平均株価225種は大幅に反落した。下げ幅は一時1000円を超え、2万1000円を割り込んだ。昨年10月上旬以来、約5ヶ月ぶりの安値水準。日本を含めた鉄鋼とアルミニウムの輸入制限を米国が発動すると、下げ幅が広がった。前日の欧米市場に加え、上海などアジアも軒並み下落し、世界的に株安が連鎖した。円相場は一時1ドルイコール104円台後半に急伸し、約1年4ヶ月ぶりの円高水準となった。平均株価は午後1時現在、前日終値比830円98銭安の 20,761円01銭。東証株価指数、トピックスは54から15ポイント安の 1673-24。前日のニューヨーク株式市場は、トランプ米大統領が中国製品に高関税を課すと表明したことで米国の保護主義傾向への警戒感が強まり、ダウ工業株30種平均が急落。ハイテク株主体のナスダック総合指数も続落した。今、あなたにおすすめ。